日本統治時代に競馬場があった町この項目では日本統治時代の台湾の競馬についてが一説する。日本では明治維新以降各地で様式競馬が行われ、朝鮮、満州、関東州、カラフトなどでも日本が統治下に置いた後間もなく日本人の手による競馬が開始されている。しかし台湾は 日本の統治下となるのは1895年と早かったが、競馬が始まるのは遅く、1928年になってからである。日本人が進出する前の台湾は、農耕や二役には馬ではなく、牛や水牛を使う文化圏だったため、馬の数が極めて少なく、馬の飼育環境も整備されていなかったからである。台湾の競馬は開始が遅かったが、 台湾の主要都市7都市で、ギャンブルとして競馬は始まり、年を経るにつれ盛んになる。台湾競馬では、台湾総特府の規制で馬券の払い戻しは、現金ではなく、特定の商店で飲み使える商品券で行われていたが、1938年の台湾競馬令施行後は、現金で払い戻しができるようになり、競馬法令も内地のものとほぼ同等になっている。 台湾競馬は経営こそ日本人が行っていたが、馬主や機種、観客には日本人だけでなく台湾人も多く参加している。台湾の競馬場施設は最初は規模が小さかったが、次第に拡大され1938年の台湾、競馬レース公演後は日本内地のものと同等の大きさの施設になっている。台湾競馬は台北、新築、台中、海洋 台南、高尾、平東の7つの競馬場で春、秋の2シーズンで行われたが、台湾競馬令が施行された1938年以降は、開催日数が増えたため春競馬は3月から7月、秋競馬は9月から翌年2月まで行われていた。日本の統治時代の台湾では、競馬が行われないのは8月だけであった。新潮時代、台湾では、牛や水牛が、 労働力として飼育され、馬の飼育施設はなかったという。下関条約によって、台湾が日本に活上された1895年以降、台湾総督府は馬の移入を試みるが、台湾全島の馬の数は1900年に39頭、1912年に183頭、1925年でも224頭、早足、障害競争の3種とし 駆け足競争は1400メートル以上、早足競争は2400メートル以上、障害競争は2500メートル以上で争う登録や登録料、馬体検査やハンディキャップ、審判、賞金などの歳目を定め、馬券は一人一レースにつき一枚を限度として買うことができ、未成年や関係者は買うことができない。入場券に添付されている。 投票権を窓口に差し出すことで、馬券は変え、当たり馬券の払い戻し限度は10倍までで、先端位は切り捨て、当たり馬券は、現金ではなく、指定された商店の見つえる、景品券で払い戻す。景品券の引き換えには3から7日間の有効期間がありそれを過ぎると無効になる。といった規則であった。1932年春には、台北で、 従来の単勝式馬券に加えて、副勝式馬券の発売を開始し、同年秋からは、各地の競馬場でも、単、副の発売を開始した。馬券の金額は1枚1円だが、1937昭和12年の台北競馬だけは1枚2円になっている。この時期の台湾競馬は、各競馬場が、春中各4日間開催され、春競馬が2月から5月。 秋競馬は9月から12月に行われている。1938年1月、台湾の各競馬場の経営は各州の集畜産組合連合に移された。こうして台湾の競馬も軌道に乗ることはできたが、1933年以降、台湾競馬会は台湾競馬法の成立を台湾総督府に働きかける。その理由は日本では1923年制定の 競馬法が馬産省令と馬の質の向上にしているので、台湾でも台湾警察の管理下で競馬を行うよりも、きちんとした競馬法の下で行った方が馬産省令、馬質改良につながるという建前によるものだった。台湾競馬会は粘り強く、台湾競馬法の制定を働きかけついに1938年台湾競馬令が施行される。 従前の台湾競馬協会競馬規則から台湾競馬例への主な変更点は以下である。馬券の払い戻しは現金。馬券金額の種類を1枚20円、10円、5円、2円の4種とし、観客は1人1レースにつき総額20円を上限として複数枚買える。競馬は年2回各回の開催日数は7日以内とする。 競馬場は一周1600メートル以上、コース幅30メートル以上の馬場を持たなければならない。競争は1600メートル以上の距離で行わなければならない。は変わらないが、払い戻し率が80%に満たない場合は、合計80%になるまで外れば県に均等に配当をする。といった点が主要な変更点で、未成年。 関係者の馬券購入の禁止などは維持された。台湾競馬例施行以降、各地の競馬場の売り上げはさらに増え、また開催日も増えたので春競馬は3月から7月、秋競馬は9月から翌2月までと、8月以外は、毎月どこかの競馬場で競馬が開催されるようになっている。台湾競馬の売り上げ昭和3年から10年までで、空欄になっているところは開催なし。 台湾競馬は1944年2月まで開催されている。太平洋戦争の開戦により、台湾では戦費を賄うために様々な税金が上げられたが、1943年、馬券税だけは馬産省令のために逆に引き下げられている。未曽有の大戦争で、新聞や雑誌では、戦争に関する記事が、紙面の大半を占め、競馬記事が掲載されることは、 極めて少なくなったが、1943年の雑誌、台湾畜産会開放ではいくつかの号にわずかながら、競馬欄があり、競馬が開催されていたことがわかる。1943年4月1日には、昭和17年秋、シーズン競馬の優秀騎手と馬蹄の表彰式が、高尾競馬場で行われ、台湾各地の競馬場は、昭和18年にも春、秋の2シーズンに、 各7日間競馬を開催している台湾日日新報昭和19年1月26日付にも昭和18年秋シーズン最後の競馬として昭和19年2月開催の高尾競馬の記事が載っているが少なくとも昭和18年度中は台湾競馬は戦争前と大きくは変わらずに開催されていることが 当時の新聞雑誌、台湾畜産会会放や台湾日日新報の断片的な記事からで確認できる。昭和19年2月18日付、台湾日日新聞には、翌日から開催する高尾競馬の広告が載っている。1944年4月には、馬産奨励法が施行され、競馬に代わって、台湾総督府直轄で、馬の能力検定や、 調教鍛錬が行われることになった。台湾競馬の初期、運動場や連平場を借りて行っていた時代には、観客も日本人がほとんどを占めていたが、開催を重ねるにつれ台湾人も増えている。1935年秋の平東競馬では、観客の3の4割が台湾人であったという。さらにその後の台湾競馬では、馬主や騎手にも中国名の人物が目立つようになっている。 昭和18年10月の新規機器上許可を得たものや、アラブ系を少数見ることができるが、大半は、馬種を特定できない雑種である。1943年になっても、台湾の競争馬は、日本内地三馬の移入に頼っている。1943年春の競馬の成績を見ても、1800から2000メートルのレースで、千葉県の中山競馬場のタイムと台北競馬場の、 タイムでは10秒違い、台湾競馬の関係者は、台湾で一流とされている馬でもない地に行けば、三流であると嘆いている。台湾の競馬場は1938年の台湾競馬例で一周1600メートル以上の馬場を持つ個々と定められた。台北では1928年に市内、 丸山グラウンドに一周400メートル幅13メートルの馬場を作り台湾初の競馬が開催された。1930年春にも同グラウンドで一周550メートルで行われ、1930年秋からは陸軍連兵場を借りて一周800メートル、後に拡大され1000メートルの馬場を作って競馬を行った。 1934年には、新見世北川に一周千メートルの常設競馬場である川端競馬場を作り、競馬を行った。1939年北投げに新競馬場を作ることが決まり、1940年からは北投げ競馬場で競馬は行われている。 1940年10月26日に落成した北投げ競馬場は一周1800メートルの馬場を持ち、日中戦争中ということもあって、施設は木造で作られたが、馬見所や投票所、旧車など施設にはすべて、上屋を整備し、降雨や日差しを避けて競馬が楽しめるようになっていた。競馬期間中は台湾鉄道も臨時列車を運行したという。 主催者は1928年の競馬は台北部特会馬術部、1930年からは台北馬事協会、1937年からは台北集築産組合連合、1941年の北投げ競馬は台北集築産会主催で行われている。1945年新築市地図の左下に香山競馬場が見えるが、1945年の 地図なのでアーミーキャンプと記されている。新地区では1930年秋と1931年春に市内の公園内グラウンドに一周450メートルの馬場を作って競馬が行われたという。その後しばらく新地区では競馬は行われなかったが1935年には18、尖山のふもとの赤土崎に一周1000メートル幅25メートルの常設の競馬場が作られた。 あとに、赤土崎競馬場は手狭になったため移転することになり、新築の郊外の香山に当時台湾では、最大の1600メートルの競馬場が新設され、香山競馬場で新築の競馬は行われている。主催は、昭和5から6年は新築馬事協会で、昭和10年は新築三馬規制会、昭和11年からは新築集築三組合連合会。 台中では1929年秋に市内の連平場に一周550メートル幅15メートルの馬場を作り、競馬を行っていたという。連平場の馬場は1932年に一周800メートルに拡大されている。台中市ではその場所は、市の中心部にほど近い台中市南区一万朝と、正義街付近だとし、そこは後に、 軍の司令部になったが、現在の台中朝鮮公園はその後地に作られたという。台中では、連平場を借りての競馬が長く行われ、常設の競馬場が設けられるのは、台湾では一番遅くなったが、やがて、大木も山のふもと、現在は台湾軍の成功例基地になっている場所に、台中競馬場が設けられたという。新設の台中競馬場は、高ス長1600メートルである。 海王市では1929年春に公園内の空き地で一周410メートルの馬場を作って競馬を開催したという。1930年秋には堀川町に常設の競馬場ができて競馬はそちらで開催されている。堀川町競馬場は最初は一周800メートル、1934年には拡大されて一周1000メートルになっている。しかし、 堀川町競馬場は手狭だったため、1938年移転することになった。移転先は当初は、白崎橋西川市内か、路頭八手の平経過半とされたが、実際には、かよしの北、柿田駅近くに新競馬場は設けられた。新設のかよし競馬場は、コース長1600メートルである。1945年台南駅とその東側、 右に三角形の競馬場が見える1945年、アメリカ陸軍作成地図の一部分体南では1929年、運河横の空き地に一周400メートルの馬場を作って、競馬を始めたという。空き地の競馬は春、秋に開催されたが、1931年秋からは、連平場を借りて一周800メートルの馬場を作って、競馬を行い、1932年には、 桶ケさんに一周千メートルの常設の競馬場が建設された。桶ケさんは日本統治時代は塩見町、現在は水耕社の地名になっている。その後、台南市東区に競馬場は移転している。三角形の独特の形の馬場を持つ台南の新競馬場はコース長1800メートルで台北北投げ競馬場と並んで台湾最大のコースを持つ。 高尾では1931年秋に、レイミアビリオの海軍航空基地内の土地を借りて一周800メートルの馬場を作って、競馬を模様したのが講師だとされる。レイミアビリオ海軍基地での競馬は1年で終わり、1932年秋のシーズンからは、入船長の空き地に一周600メートル、後に800メートルの馬場を作って、競馬を行った。1935年には、 全勤の大港府に一周800メートル幅20メートルの常設競馬場が開設された。高尾では全勤競馬場の次に湾市内に競馬場が作られたとされるが、詳細は不明である。アメリカ陸軍の1945年の地図では、湾市内に競馬場らしき楕円が確認できる。新設の高尾競馬場はコース長1600メートルである。 平東では1929年は秋に飛行場の一部を借りて600メートルの馬場を作って競馬を行ったのが講師とされ、1930年春には公園グラウンドで400メートルの馬場を作って競馬を行った。それら仮設施設はそれぞれ1回の開催で終わり、1930年秋には常設の競馬場が6かたまりに開設された。6かたまり。 競馬場は一周800メートルから次第に拡大され1934年には1000メートル、1935年秋には1600メートルの馬場を持つようになっている。t.a.i.w.en.e.ir.p.o.wer.org によると6かたまり、競馬場は平東飛行場に隣接している。ありがとうございます。